きの弁護士さんの話では、そのマイノリティとマジョリティとの関係では、そのマジョリティが、まあ、力があって、そのマジョリティによる決断が、最終的になるので、そしたらそのマイノリティの条件は、ノリティに、表面化できるのか、そういう問題もあるので、このゲームを通して、皆さんが必ず意見を統一しているというわけではないということも分かるし、さまざまなレベルで違う意見を持つ人がいるので、それはどのふうに個人、地域、国のレベルで、解決できるのか、集まることができるか、それは非常に難しいところで、その民主主義の動きの中で、また、大きな疑問点もあると思いますので、やってみてどうだったかとか。これをやってみて、皆さんはどういうふうに感じているのか、なんで私の読まないんだっていうことも含めて、何か意見あれば。許せないっていうことがどういうことなのかっていうのを考えながらやったんですけど、すごい嫌なやつがいて、あいつ死ねばいいのは許せないとか、それを発言してないから、で、別に特に殺そうとするわけじゃないから許してるのか、許せないってどういうことなのかなっていうことをちょっと考えたりしました。やっぱり国レベルの許せる許せない、町レベルの許せる許せない、一度個人レベルの許せる許せない、やっぱり同じ許せる許せないでも、こんなに考えが変わるのかというふうに自分自身でもなんか不思議な感じがしました。でやっぱり自分は非常に弱者なので、やっぱり弱者の側に立ったらやっぱり国を町を作っていけたらなと、それは自分自身もそう飛び込んでいきたいと思いますし、もちろん周りにもそういうふうに啓蒙活動して周りにも巻き込んでいきたいなというふうに思いました。以上です。そうですね、だから弱者っていう形で、私も会社で勤めてて、男の人がやっぱり多い環境で、会社の中でやっぱりマイノリティかなって感じる時もあって、その中でやっぱりマイノリティ、こういうところに来れば女性と男性の比率っていうのは半々なんですけれども、でこういうところに来ると、何でしょう、自分の普段そのこれはどうなのかなっていうところが確かめられたりだとか、周り の, そのたくさんの人たちはどういうふうにしてその問題を捉えるかなっていうのがこう実際にこう見えるようになって、どういう考えをこういう本当に何でしょう、バイシーンじゃない、そういうで集まって人が集まって、でその人たちがどういうふうに判断するのかって、とてもそういうのが見えて、そういう場が別にその裁判の場とかではなくて、こういうところで確認できるというか、その全く自分の属している例えば会社だとかそういうところと違うところだったらどういうふうに人が考えるのかなっていうのが実際こう見えるっていうのはすごい面白かったです。私もなんかこういうことをやってみて、なんか自分の新しい自分を発見したような、そんな気持ちも面白かったです。許せないっていうのを考えるときに、個人ではすぐパッと出てこなくて、それはいいことなのか悪いことなのかわからないんですけれども、国レベルとかっていうところでもすぐパッと出てこなかったのがちょっと自分の課題というか反省点でもあるなと思って、それはなんかこう自分事としていろんな良くないなとか思うことあるんですけど、それが自分事になってないからすぐパッと出てこないのかなと思って、もっともっといろんな
ことに関心を持って自分ごとにしていかないといけないなと思ったのが一つと、あとその寛容とか、あと例えば多様性という言葉を考えるときに、多様性を受け入れられない人がいてもいいよねっていうのが多様性だったりとか、その寛容じゃない人がいてもいいよねっていう寛容とか、なんかこう、なんていうのか、矛盾があるっていうか、でもそこまで含めた多様性とか、なんかそういう難しさがあるなというふうに日々感じています。ディスロケートの参加者3回目だろうかぐらいの参加で、民主主義っていうか、パブリックスペースでみんな自由に発言できるっていうようなことをいろいろ考えてくるチャンスを、今まで得てきたんですけれども、ちょっと思うのは、例えば昨日の、赤い紙に書くあのグループ分かれて、まあ、ワールドカフェスタイルですか、みんな全体並べて意見言いなさいって言うとなかなかみんなが言いにくいから、そういうスタイルをこう工夫するんだと思うんですけども、私もそれ自分でやったこともあるし、で何回か今まで経験して、日本人はっていうか他の人たちは知ってるわけじゃないんですけど、民主主義って自分で発言、自由に発言することに慣れてないので、なんかみんな一緒に発言しましょうっていう場になると、なんか中学生みたいな感じになってしまう、態度とか言葉遣いとかになってしまって、それがちょっとこう、退屈になってくるところが私が正直に言うと、今あるなと思ってて、じゃあたくさんの人がいる中で、じゃあ入って手を挙げるときに、じゃあ自分が意見を言うときに、その中で のハイラルキーっていうか、自分がどういう立場だから言えるとか、自分はどういう立場だから言えないとか、そういうプレッシャーを受けると思うんです。でもそのプレッシャーはないことにしてしまうと、多分ここから出た時はまた言えない人になってしまうんで、ここでなんかここの、じゃあここに来たらみんなここの仕組みに従って何かしようって思うこと自体もやっぱり自分で問わなきゃいけないと思うんですね。だから、ちょっと私、偉そうなことは言えないんですけども、なんか、新しい方法をまた一緒に考えたいなっていうふうに思います。自由に言えるからいいっていうことではなくて、自分が言ったことをどんなふうに人にアピールできるかっていうスキルをそれぞれの個性で磨かないことには、面白いディスカッションにはならないか。そうですね、なんか自分の意見は本当に言っていいと思うんですけど、やっぱり日本ってなんかこう空気を読むみたいな圧力がすごい強いから、でもなんかもうそういう時代がだんだんなくなってきたっていうか、もうかなりこう価値観も多様化してるし、その利益集団もなんかいろいろあって、こうどっちを取っていいかわからないみたいなことってすごいいっぱいあるので、もう空気を読んでるもう時代ではないんじゃないかなっていうのが、逆になんか空気を下手に読んでることで余計なんかこういうのこじれていってるような感じがすごい僕はあるので、なんかどんどんディスカッションっていうか、とにかく幅当たりもするんですよ、話してそしたらなんとなくこう前進するときって結構あったりするので、なんかそういう前進したときのこととかをこう噛み締めて、なんか次のつなげるんじゃないかなとか思うんですけど。ディスロケートは初めての参加でした。はい、自分にとってありがたい時間を昨日と今日で過ごすことができたんですが、僕は福祉の勉強をしているんですが、やっぱりこうアートにも興味があって、何かでチラシを見て必ず何か掴んで帰ることができるんじゃないかなと思って、
足を運んでまいりました。でそのソーシャルエンゲージアート、昨日の加納さんからお話の中でソーシャルジャスティスとソーシャルインクルージョンっていう言葉が出て、まさに福祉の教科書を開くとその2つの言葉が大きく出てきます。でなんかアートと福祉っていうのはもう遠くにあるものじゃないんだなっていうことを実感して、2日間なんですが、僕もなかなかこういう場でこう発言するのが苦手で、なんかたくさん皆さんからの貴重な意見とかいただいてもこ うまく咀嚼できずにこう身になってるのかなってないのかみたいな、こういうイベントに来ていい時間を過ごしました終わりってなっちゃってるのがちょっと続いているんですが、いつまでもこれじゃいけないなと思っていて、そうですね、これこそ中学生的な発言かもしれませんが、ちょっと恥ずかしいんですが、人に伝えるスキルとかつけていかないなと、いけないと思っています。いや、すみません。よく外国の街頭インタビューなんかで本当に普通の人たちがマイクを向けられて、カメラを向けられて、ちゃんと自分の感想なりアイデンティティを感じるような発言をするんですね、割と外国の人って。まあ差別的なちょっと表現になっちゃうんですけど、それこそ労働者っぽく見えるような人でもちゃんと自分のアイデンティティをそういうカメラの前で表現できる。でも日本人っていうのはなかなかまず口ごもったりするんだけども、最近はよく街頭インタビューなんかでも普通の主婦みたいな感じの人でもなんか少しはなんか自分の意見を表現してるなみたいに感じるんですね。でもともと日本っていうのは恥を知れとか恥の文化ってありますよね。だからまず自分の立場でそんなこと言っていいのかとか、あと人からこんなこと言ったらどう思われるかとか、そっちが先に立っちゃって、本当は持ってるかもしれない、持ってないかもしれないけど、そういうこともあって自分のアイデンティティとか表現できなくしちゃっていたんだと思うんですね。だけどやっぱりまあどんな場所でもどんなケースでも自分の思ったことを恥ずかしがらずにまず表現してみるっていうのはすごく大切なことだと思います。そんな感じです。引き続きちょっとタウンミーティングの大島さんと
ますし、飯島さん、飯島真理子さんにこの形でそのままワークショップをさせていただき、あ、その椅子はそのままで大丈夫です、はい、させていただき